マスジドジーナスバクシュモスクの礼拝室中央駅、マンガルール、旧正マンガロールとは、インドカルナータカ州にある、港湾都市である。東は西ガーツ山脈が迫り、西はアラビア海に面している。16世紀にポルトガルが占領し、積み出し志向として発展した、インドにおけるキリスト教の中心地。マンガルールの名前は、地元で信仰を集めているヒンドゥー教の女神、 マンガラデビーから来ており、同盟の寺院マンガラデビー寺院もある。マンガロール城、イブン・マトゥータも訪れるなど重要な港案であった。ため古来、多くの王朝が歯を競ったが、1763年に、マイソール王国のハイダル・アリーが、ケラディナ・アヤカ・アサを滅ぼした際、マンガロールの支配も同国に移った。マンガルールは、その後、マイソール王国の外交として使用されたが、 1767年には、イギリスの支配下となった。しかし、1783年には、ハイガル・アリーの息子ティプー・スルターンが、第二次マイソール戦争でこの地を奪い、再び外交として使用されることとなった。1792年に、イギリスが、第三次マイソール戦争で、ティプー・スルターンを破り、シュリーランガ・パトナジ約でこの地を割上させると、 1947年のインド独立までイギリス領マドラスカンクに属することとなった。独立後は国道17号線や鉄道も整備され、会場のみならず陸上交通の要所ともなっている。カンナダゴ州であるカルナータカ州に属するが、住民はトゥルゴ・オ放し、トゥルゴ和社の中心的な都市となっている。魚料理が有名である。ありがとうございます。